俳優の河野純喜、上一、が18日、都内で行われた関テレフジテレビ系カドラ、イレブンあの子の子供、6月25日スタート、毎週火曜51時、の制作会見に参加した。写真、素敵ショット、河野純喜の発言に爆笑する細田義夫太志高校が舞台の物語で、高校時代の思い出を語ることに。自他共に認める明るいキャラクターの河野は、 想像通りの本当に目立ちたがり屋で、笑。高校入学した初日に1年1組から1年10組まであったんですけど、友達をいっぱい増やしたくて、1組から10組までクラスに入って歌を歌ってましたと明かした。MC が苦笑いを浮かべる中、河野は曲も言っていいですか ?EXILE さんの、ティアモ、です。ポップな感じじゃなくてバラードで、ちょっとでも知ってもらおうかなと思って。 と付け加えるただ、作戦は大失敗だったそうでそこからヤバいやつ、呼ばわりです、笑。完全にスタートダッシュをミスりましたけど、そこから巻き返してムードメーカーに。とにかく楽しんでいましたと笑っていた。河野のトークを聞いていた茅島水木は、ちょっとヤバいですねと苦笑いも、選曲はいいなと思いました。とフォローしていた。会見には、桜田日より、細田義夫としも参加した。 青井守氏による同盟原作は、高校生の妊娠をテーマに、妊娠が発覚したことで日常ががらりと変わってしまった高校生カップルを通じ、恋愛の先にある10代の妊娠を描く少女漫画として注目を集めてきた。別冊フレンド、講談社で連載中で、国内だけでなく、アメリカの漫画賞、2024年、アイズナー賞の、ティーン向けベスト出版。 で最終ノミネートされた。高校2年生の服、桜田、と、幼馴染みの恋人、宝、細田、の関係は親も公認で、別々の高校に通いながら穏やかな青春時代を過ごしていた。やがて、自然な流れで愛し合い、結ばれる。そして、服の妊娠が発覚。決してなかったことにできない現実に悩み、葛藤する二人は、本当に子供を産んで育てられるのか。